はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。アテムです。さあ本日なんですが、イリュージョンオブカオスさんがね、やっと実装なんですよこれ。5億年押せ、マジで。このカード、入手方法ストラクチャーでゲットできるようになってまして、このボルテックスオブブラックさっき、ボルテックスオブブラック、これねマジで神ストラクチャーだから、ブラックマジシャンデッキ組みたい人はぜひね買っていただきたい。これ3周すればブラックマジシャン関連のパーツ、全部集まります。ほとんど集まります。まああと何集まってないようなパーツはちょっと生成したりしたらいけるんで。で、今回のこのイリュージョンオブカオスっていうのは何をするかって話なんですけど、これがねブラックマジシャンデッキの潤滑油なんですね。この1番と2番の効果両方ともどっちかしか、1ターンに1度、それぞれ1ターンに1度しか使えないんですけども、手札のこのカードを見せると、ブラックマジシャン系のモンスター持ってこれますって書いてあるんですよ。ブラックマジシャン系のモンスター何でもなれます。で、その後、手札を1枚選んで、デッキの1枚目に戻すということで。あ、戻すカード何でもいいんで、別にこれ自分じゃなくてもいいんですけど、この効果、バカ強いんですよね。結局、ブラックマジシャンデッキってどういうデッキかっていう話なんですけども、コンボデッキなんですよ。コンボデッキ。だから、1枚ショットとかないんですよね。基本的にはそのソウルズとロットあたりを手札に揃えて、でサーチ入れて、まあマホトラップで展開していくみたいな感じのデッキなので、マジでここ2枚ないとお話にならないんですよ。でこれになれるこいつは最強です、本当に。だから、これ絶対初手いきたいんで、なのでイリュージョンオブカオスプラス下肢の準備を入れてます。かぶっちゃうと弱いんですけど、まあ、こんだけ入れといたらどっちか来るんでね、さすが強いということの話ですね。はい、かぶった時はちょっと考えましょう。で、ティマイ、合体のティマイオスが新規で実装されていて、これめっちゃ強いんですよ。これなんで強いかっていうと、まずね、特殊召喚条件がクソ簡単。手札および自分のフィールドの表側表示のカードの中から、魔法使い族かブラックマジシャンのカード名が記された魔法トラップカード。リリースが墓地を送ると特殊ができる。だから、例えば1回使い終わったサルベーションや、まあ、魔導陣を、まあ、リリースして出せるっていうのもあるし、ロットとかソウルズとかね、この辺のモンスターでもいいと。で、こいつ何できるかっていうと、2番目で融合できるんですよ。手札かフィールドから素材送って融合できる。これがね、なんで強いかっていうと、これドラゴン族なんですよ、こいつ。ドラゴン族。なんで、出せます。竜騎士ブラックマジシャンが。最強すぎる。結局、ブラックマジシャンデッキ何が強いか。神、魂、そして竜騎士ブラックマジシャン。この盤面を作るのが一番強いんですよ。魔法トラップカードが除外できない、破壊されない、対象取れない。で、さらに、竜騎士ブラックマジシャンは、永遠の魂の効果でブラックマジシャン扱いだから何の効果もいけないと。この盤面作るのがどんだけ早くできるかっていう感じなんで、だから、こいつは最強。サーチできるから。今までティマイオスってサーチできないんですよね。まあ、一応、なんかいろいろね、なんか真実のとか、なんかそういうなんかいろんなよくわかんないカードを使えばいけるけど、実質それサーチと言わないから、これサーチできるティマイオスを出せるカードなんですよ。これ最強です。はい。で、一応今回の構築はなんとかランクまでも先行取れれば、まあ抗えるように、環境域にも抗えるように作ってあります。はい、一応ね。で、まあそれどうすればいいかっていうと、まあ、手札誘発ケアをね、入れるというのと、増殖する時対策に、ね、うららとかを入れるっていう感じですかね。はい、あと妨害をかさまし、結局ね枠ないんすわこのデッキ。見てもらったら分かる通り、コンボパーツほとんどデッキの中使うので、やっぱ結局ね、事故ったら意味ないから、このデッキ。だから事故んないように構築する必要があって、そもそも手札誘発入れられないんですよね、あんまり。まあ、しょうがない、これはもう割り切りましょう。高校からね、ブラックマジシャンでカードをするんだと、もうほぼ無理だから、まあ、頑張ってね、先行で勝てるようにしていけばいいかなと思ってます。はい。早速、このイリュージョン・オブ・カオスのパワー、そして、このデッキのパワーを見せていきましょう。あ、ちなみに新規モンスターで、マスター・オブ・カオスっていうモンスター、一応出てきてるんですけど、このモンスターも結構強くて、融合召喚に成功すると、光闇特殊召喚できて、でさらにリリース素材いるんですけど、光と闇に1体ずつリリースすると相手のフィールド全除外っていうモンスターをということで、対象取らない除外できますんで、まあ対象に取れない系のデッキ結構弱いんですよ、このデッキなんですけど、まあこいつがいるから大丈夫っていう感じになりました。はい、早速こいつのパワー見していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ1戦目はですね、解説としてちょっと回し方をね、簡単にもう知ってるよっていう方もいらっしゃるのかもしれませんが、一応していこうかなと思ってます。相手はヒーローデッキ、主人公対決ですね。このブラックマジシャンデッキはどういうデッキかっていうと、ソウルズとロットを揃えるゲームなんですよ。この杖と魂を
両方とも手元に引いてきてぶん回していくっていう、そういうテーマになるんですね、ブラックマシャンっていうのは。で、それを助けてくれるのがこの新規モンスターのイリュージョン・オブ・カオスくん。これがブラックマシャンモンスターだったらもう何にでもなれるっていうことで、これを使ってその2枚のモンスター揃えていくと。まずサルベーション使って圧縮しながら魂を発動と。で、魔導陣効果でデッキトップ見て、サルベーションあったんで持ってくる。で、ロット召喚して効果で、絆ですね、はい。このカード最強です。後で使いましょう。で、イリュージョン・オブ・カオス、通称イルカスね。はい、イルカス。ちなみにカスってついてるけど、性能は神。で、カオス持ってきて、サルベーションを、デッキに戻すと。で、ソウルズ効果、ブラックマジシャン系のモンスター、これ新規モンスターですよ、これ。これが新規ロイヤル加工ブラックマジシャン、超かっこいいから、見てて。はい、でブラックマジシャン特殊召喚、あまりにかっこいい、これ召喚ムーブ、見た。かっこよすぎ。で、ブラックマジシャンいるときに指定の絆打つと、デッキか墓地か手札からブラックマジシャンガール出しながら、ブラックマジシャン系、またブラックマジシャンガール系の必殺技カードをセットできる。で、セッツ、ブラックバーニング。これで、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが存在する場合に相手のフィールドを全部っぱっていう効果ですね。もともとのカード名ですけど、これ。だから、竜騎士ブラックマジシャンとかダメです。で、しもべ効果発動して、デッキトップにティマイオス置いて、で、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールいるんで、しもべ効果、墓地から除外すると、守護神官かブラックマジシャンガール、ブラックマジシャンガール、じゃあ、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールの数だけドロー。はい、2枚ドロー。作業。で、合体竜ティマイオス、特殊召喚。これも新規モンスターで、手札および自分のフィールドの表側表示のモンスターのカードの中から、これ魔法トラップでもいいんだけどね、これサルベーションとか墓地送ってもいいんだけど、これ特殊ができますと。で、さらに融合効果内蔵しまして、盤面か手札のモンスターで融合できます。はい。だからこれサーチできる融合みたいな感じですね。で、しかもこれドラゴン族なんですよ。神モンスター、ドラゴン族なんですよ。何回も言うけど。つまり、竜騎士ブラックマジシャンがここで出せると。これで圧倒的最強の盤面。ブラックマジシャンデッキのジンがある、魂がある、竜騎士ブラックマジシャンが出てる。で、さらに自分の墓地にブラックマジシャンがいるんで、魂のここで相手ターンに特殊ができて、ジンのここで除外することもできるし、ブラックマジシャンが出てくるからブラックバーニングマジックも打てるということで、で、裏ラもあるから、まあ、実質ブラックマジシャンデッキなんだけど三妨害構えることができております。これなかなか強いですよね、この盤面をできれば。こいつの効果はちなみに魔法トラップカードを破壊されなくて効果多少ならないんで、コズミックサイクロンとかもできないですし、羽暴起とかも聞きません。一切。最強。で、魂は表にするとブラックマジシャンは何の効果も受けなくなるっていう。この盤面をね、いかに早く作れるかなんですよ、ブラックマジシャンデッキっていうのは。あとはもうなんか結構、どんなデッキでもこの盤面ができてしまえば意外と勝てる。はい。で、ヤーマンぶち込まれたんで、うららっていう。まあ、インクリースとかに当ててもよかった気がするよね。はい。で、アダスターゴールドの効果で、ラコリン持ってくる。これはもう覇王10代プラス10代みたいなデッキですね。で、ディアボリックとアダスターでマリーシャツベイン来た。きっちで、エアの魂、これほっとくと全部プされること持ってるんですよ、ね、なんでこれブラックマジシャン出して、で魂効果発動で除外すると。で、マスクチェンジ打たれます。ダークロールですね。大丈夫です。打点がないんで、打点がないから大丈夫で。こいつはね、そんなに困んない。もう今出てきてもそんな困んない。で、バトルフェーズ入る。で、ここで一応ね、打点が低いんですけど、全部っぱできるんで大丈夫と。ブラックバーニングマジックで相手のフィールドのカードを全部っぱ。これマスクチェンジとかチェンジも意味ないですね。全部されるんでね。吹き飛ばす。はい。これが理想ムーブですね。で、まあ、ロット効果でブラックマジシャンをリリースして回収しておきながら、また次のターンに魂でブラックマジシャンを蘇生できるようにしておくと。これでまた次のターンになんか1枚上ができるって感じですね。ええ、どう最強。回ればね、回れば回れば最強の典型で。で、マジシャンズロットからのしもべ。で、ここでまたね、ツードローが入るわけですよ。このロットをね、使い回す動きがやっぱりね、何回もできるのが最強だね、このデッキは。はい。で、あと適当にぶん回して、でこれ殴ったらまだ届かないんで、まあもう一体モンスターを用意しなきゃいけないですよということで、ティマイオスのマナコでガールを竜騎士ブラックマジシャン出して、ブラックマジシャンガール出して、で竜騎士2体ですよ。これ竜騎士2体並んでるのかっこよすぎでしょこれかっこよすぎる、あまりにも、あまりにロマン。そしてバトル、これニベルギアですね。ニベルギアでバトルフェル中に魂の効果使います。これ新エースです。ブラックマジシャンが殴るときに
新エースが入ってんすよ、見てください。いきましょう。ライフ調整うまい俺。ブラックマジックこれかっこよすぎでしょ、このデッキ。さすがにスプライト多いね。さすがにね、さすがにスプライト多い。こんなにあのバレンタインデーにスプライト、スプライトって連呼することになるとは思いませんでした私も。はい、よし、とりあえずイリュージョンオブカオスのサーチャー通った。神ゲーで黒の魔導陣を発動、通る。よし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 、全部通ってるけど、とりあえず、あ、いらねえこれ。これ先サルベーションだったミスった。なんでもあんま関係ねえか言うて、うんだしな結構。いやこれ先サルベーションだったマジで。でソウルズ持ってくるしかないか。ソウルズ持ってくる。一応でもあれですね、イルカスのちょっとタイミング的なやつもいろいろミスりましたけども、まあなんとか地底の絆でブラックマジシャン全部パワン面はなんか構えられそう。ブラックマジシャンロイヤル加護を墓地送り、ソウルズを墓地送り、そして現れろ俺のデッキの切り札にして最強の勝負。ブラックマジシャンかっこよすぎー、召喚ムーブやばすぎ。そしての絆発動効果によりブラックマジシャンガール特殊召喚ガールターン。ガールターンにもちょっと召喚ムービー追加していただけませんか。こんな人気モンスターなんだから追加してくださいよ。ガイアセイバーとかに追加してる暇あったらいや口が滑ったらすいません、すいません、何でもないです、黙ります。で見習い魔女を特殊召喚で、これ一応ジンで除外する、あ違う、ハーピの羽ぼうきって言われたら泡吹いて倒れます。はい、ハーピの羽ぼうきライトニングストームって言われると泡吹いて倒れます。演武天気はさすがにうらら、なんだろうなこれ、あれかな、鉄獣スプライトかなこれ、さすがにこのタイミングでここに墓穴吐いてくれるんだったら、あーないのかな、オッケーオッケー、いいでしょう。まあ、墓穴って言われたらね、一応ブラックマジシャンが墓穴されないっていうのはあるんで。ケラスはやばいので着地狩りします。これ絶対盤面にレベル2を残してはいけません。スプライトデッキ対スプライトデッキに対して絶対盤面にレベル2モンスターを、まあ、スプライトか知らんけど、まあ、多分スプライト入ってるのこれ、これ絶対残しちゃダメマジでこれほんと終わるから。残してたらさ、こっからさ何の知恵も組まずにさ、キャロット特殊がって言われて魔法トラップ無効でーすっていう動きからなんか動かれる可能性あるんで、これマジで除外しないといけない絶対に。で、キャラですね。で、サルベーション効果、ブラックマジシャンガールを墓地から特殊召喚。さあ、師匠が出てきたから、弟子の魂が蘇る。あれ、我々の再び、ブラックマジシャンガール。そして、これで、あとはスターターがあるかどうか、スターターがあるかしょ、あんのかあ、でもハンドが1枚2枚か2枚ブルーね。でこれで1枚増える。いやゲボきついマジで、このデッキ強すぎ、手数多すぎだって。あのデッキスターターとかいうカード禁止しろよマジで、スターター禁止にしたらなんとかなるわでもキャロットでできたら終わるんで、ここでブラックバーニングマジック打つしかありません。キャロットスビーってたら終わるんで相手が。よし、これで一応、持ってきたのジェットでしょ。だからまたレベル2がいないと多分展開できなくて、相手は。でもね、ないんのか、危ねえ、よかった、キャロットし、これマジ危なかったわ。いや、今の、あのタイミングで多分、ブラックバーニングってやると、普通キャロット出てきて、ブラックバーニングマジック普通に無効って言われるから。マジで危なかったな。いや、これ、最低限妨害します、これ。結構。こっから負けたらさすがに無理だわ俺。スターターなんだ、スマッシャーズ入ってないやつこれで2体で、あーまあ出てきちゃうよね、出てきちゃうよね。でも墓地にキャットしかないから、こっから鉄獣展開多分できないんですよね。できるか、できるわ、できるわ、普通にキット特殊できるわ、やばいいやもう赤赤赤赤、でもレベル、
レベル2とかしか出てこないか。でもそうなってくるとここでギガンティックスプライト打つからきっと、出てきてきっと巻き込んでエルフ出して、いやうーんとね、いやそんなやばいこと起きないんじゃねえかな、わかんないけど、もうね、あーはい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 、オッケーです。まあレッドはいいや、あれキッドじゃないんだそこで。2体でエルフか。あーそこキッドをなんかで出してきて一応展開伸ばせそうだけどな。普通にスピライト展開なのか、まあ、キッド引いてんのかこれ。キッド引いてるやつ引いてたら出すか。あれ耐えた耐えた耐えた、よしよしよし耐えた、なんかわからんけど耐えた。普通に死を覚悟した俺、死を覚悟した。ちょっと待ってくださいね。ただこれキャロットあんだよね。キャロットあるから魔法トラップ無効って言われるから、ちょっと待って、こことここで、いやこれ一回踏みに行こう。1枚スターターなんだよな。でユニコーンバチコリ出していく。でユニコーン効果手札1枚捨てる。これでキャロット、対象に取れねー、忘れてたあー忘れてた。いやでもエルフしかないか。じゃあエルフしかない。でスターターとエルフの効果発動できるから、いやこれミスったの普通に。はい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 。でスプライトスターター、まあでもレッドないから、ユニコーンの効果無効化されないから、いやー一滴もあんの、バリ強いじゃん。ちょ待って、これなんとかあるかな。でスターター墓所くんのね、ユニコーン無効ね。ってことは結局魔法トラップ無効あんのか。うざうざ。でも今使ってくれてよかったか。普通に返り討ちにされてなんか計画狂うとかあったらまだそれはそれでマジで終わったから、はいいいでしょう。で特殊召喚するのがブルーね。あーオッケーオッケーオッケー。で、ブルー特殊召喚成功事故ってことはもうキャロットしかないから、いや踏めるね。じゃあ踏める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 、いける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 。ちょっとあの禁断のあの動きしますねブラックマジシャンデッキちょっと禁断の動きします。はい、こことここでリンク召喚現れろ、風をつかめ、アクセスコード投下、インテゥーザブレインズ効果とアクセスインテグレーションあーそっか、蘇生できるのか。あっ、キモい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 。いやでもこれ大丈夫だ。ってことはこれモンスター効果無効が一応チェーンできないから、これチェーンできないからレッドで無効にはされない。でこれで魂効果発動する。でブラックマジシャン蘇生で、ま、もう魔法トラップからないから大丈夫。うますぎ、スプライト無限回調整してきたからスプライトの弱点は分かるこの診断が出るまでに俺はスプライト無限に回してきた。大体どこをどうすればいいか分かる。これはあそうか、リンク先じゃないからこれ最初取れるのか。消えろ。でマジシャンのサルベーション効果でブラックマジシャンを対象に取り、師匠が出たため弟子が墓地より蘇る。あらあらろ、ブラックマジシャンがある。うおー、さらにイリュージョンオブカオスのモンスター効果を発動。イリュージョンオブカオスのモンスター効果によりデッキより杖を手札に加えていく。そしてこれはもういらないです、入ってください。そしてロット攻撃表示で召喚し、マジシャンズロットのモンスター効果を発動。ロットの効果により魂のしもべを手札に加え、そしてアテムの魂のしもべの効果を発動。一番おこれ置けんの最強、ブラックバーニングマジックをデッキトップに置き、そしてカードを2枚だろ。おお、ワンデュエル2ブラックバーニングマジックバゴーつえつえ、いくぜ、アクセスインテグレーションフライブラックバーニング、強すぎる。
強くなったなブラックマジャン。あーまあうららあるからワンチャン抗える説ある。うらら1枚ぐらいで止まる。なんか楽園とかで楽園融合にうらら打ってなんか何もせずエンドみたいなことしてくんねえかな。発見でうららお前インチキだろお前、お前インチキだろ、なんでわかったんだよ俺のハンドがあるうららだって言い方が。おいふざけんな、無限包容かもしんないだろ。くっそあの野郎、スクラップラップだとやばい、世界が終わりそうだこっから。いやラプターの効果通っちゃうと世界終わるんだよなこれ。やばい展開力が巻き起こってる。エルフー、ええ来た、これスクラップスプライトだったわ。えごめんちょっと全然見てなかった、何落とし、うわえこれ何で出てくるやつ、これ何で出てくる、いや何で出てくるかによる、なんか異性の最終戦士とか本当にやめてほしい。あもっとやばいやつ来たブラマジデッキにそれはあかん、絶対やっちゃいけないブラックマシャンデッキにそれは。誰が勝てんねんこれ、誰が勝てんねん誰が勝てんだよこれ。奇跡を切ろう、奇跡を切ろう、はいはい。やっぱね一個言えることはこのテーマ絶対にあかんっていうことだけは言えるわ。